調査方法、GOO ランキング編集部にてテーマと設問を設定し、GOO ランキングが提供する投票サービスにてアンケートを行い、その結果を集計したものです。1位美月713票、2位花澤香菜46票、3位田村ゆかり35票、4位山宮隆17票、5位平野綾14票、6位鬼ヶ島明里13票、7位水瀬祈り11票、8位内田新霊9票、8位上坂すみれ9票、8位 MVO9 票、11位小倉優衣8票、11位桜彩音8票、11位藤井幸雄8票、14位高橋梨央7票、15位堀江優衣6票、16位菊田千彩菜5票、16位高野浅里圭5票、18位小松美香子3票、18位三森すず子3票、18位戸松遥香3票、18位結城青3票、18位伊藤彩菜3票、18位本土楓3票、18位東山奈央3票、18位夏川シーサイ3票、18位井上麻里奈3票。歌番組やバラエティ番組など何かと姿を見かけることが多い女性声優、中には知らない人が見たらアイドルと勘違いしてしまいそうなほど見た目が可愛い人も多いですよね。そもそも論で申し訳ないが、アイドル自体が可愛くないし、芸能界最底辺だからな。声優はそれ未満に聞こえるし、アイドルは可愛いだろ、女優は可愛いというより綺麗。井上菊子が上位に入っていない。15歳やぞ。声優云々は関係なく、何がって、たった385人の投票でネタにすることがすごいわ。その程度の人数でランキングとか出してんじゃねえよ。これ10年前に撮ったランキングか何か。1位44歳、2位35歳、3位48歳ってのもなかなかにすごいな。クラリスとナウシカがいないじゃん、にわかかよ。アンケート対象者40代じゃね。平野綾って知らんだろ。世界一可愛いはずなのに3くらいなのはなんで。年齢層が高めですね。斉藤由貴の姪がいないじゃねえか。声優もやってるが、アイドルグループのメンバーって二の証なんだろうね。やたらと自己顕示欲が強くてうざいところが、とても良い、好感が持てる。上田岩見羊宮がない時点でゴミわら。羊宮さん微妙だろ、わら雰囲気可愛いレベル、潜在画像を修正しすぎなんだよ。国政選挙と同じで、信者の組織票がためがえぐ。熟女。やばいな、見る意味もない無価値なランキングや。上位がおばはんばっかでそっとじしたわ。オタクはイメージ的にロリコンっぽいが、ロリコンとはほど遠かった。川村海野が入ってない、やり直し。知名度ランキングじゃねえか。芸能人でも同じだよ、こんなランキング何が楽しいのか。いや、さすがにタレントで同じランキング出したらもっと若い人が選ばれるでしょ。早見沙織たんがいない、やり直し。早見は声は好きなんだけどな。声が容姿をしのぐけうなれい。草しか生えないわら。声の質や演技で選んでるランキングではないのだから、むしろだとう。1位からさんにも時点でギャグ。クスノキトモリは内田真彩って読むのか。マレータソって書き込みしか見たことなかったわら。内田彩って強いのがいるからだと思うわら。デビュー当時含むならわからんでもない。15年くらい前のランキングに見える。2010年前半に出てきた人が大体ずっと居座っていて、あまり新陳代謝していない。400票って。茅原みのりの舞台と雅子がない、やり直し。平野綾は伝説の頭賞のドラマに女刑事役で出てるな。結局ドルオタ。なこなこしか勝たん。声優も飽和状態だろ。 VTuber や YouTuber、 女ゲーム配信者に客も流れたし、交際が発覚して買ってたグッズとか叩き割りながら殺害予告してそうなのが VTuber とかゲーム配信者に流れた感じだなわら。水木って音楽活動以外やってるの？もうこいつを声優カテゴリで語るのは無理かあるだろ。ちょこちょこで撮るで。キャリアスタートは演歌歌手だからな。キンキキッズの堂本剛と高校で同じクラスだったらしく、本名の近藤さんってテレビで呼んでたね。20代ほとんどいないんじゃないか。下手しなくてもあがそうなだけ。声優オタ層は60代から40代だから、相対的に30代声優でも若い。僕ヤバの子とか絶対入りそうなんだけど、20位にすらかすってないのか。1位3位は殿堂入りなので、もう満対花沢かなとか笑わせないでくれ。もうみそじのおばやんけ、7二次メンバーや卒メンもおらんし、やり直し。50歳以上のオタクしか投票できないランキングかな。7二次メンバーとか入るわけないだろ、あら。声優に可愛さを求めるのは違う。何か足りない人の集まる優しい世界なのだから、ミヒトナがモデルやっとけよ、となる。